みなさんこんにちは今日は絵日記を紹介します読みますねこれは日本語にの学生のまこさんの絵日記です絵日記七月八日火曜日曇り早く起きて何も食べないでベラちゃんの家へ行って一緒に遊んだ お昼ごはんを一緒に食べてバスでベラちゃんのおばあさんの家,家へ行ったその後一人で日本語のクラスへ行った今日はオーラル試験だった面白かった4時にジムへ行ってとても疲れたジムのあとへ帰って とても嬉しかった「寒かったから熱いシャワーを浴びた」「もっとうれしかった」「この日記を書いてから晩ごはんを食べる」「ベッドで本を読んで早く寝ると思う」「終わり」